フォッケウルフ FW191 フォッケウルフ FW191 は第二次世界大戦中のドイツの試作爆撃機である。本機は2種類の型の生産が考えられており、総発モデルはユンカースジュモ222を4発モデルはより小型のダイムラーベンツ d b 6 0 5エンジンを搭載する予定であった。このプロジェクトは最終的にエンジンに関する 技術的な問題のために放棄された。1939年7月にドイツ航空省は高性能中型爆撃機 B 爆撃機計画の要求仕様を発行した。この要求仕様は最高速度時速6 0 0トルフランスかノルウェーの基地から英国のあらゆる場所へ4 0 0 0ラムの爆弾を搭載して飛行できる機体というものであった。それに加え新型爆撃機には搭乗員の 余圧キャビンと遠隔操作の武装を備え、開発中の新しい2500馬力気球のエンジンを使用する予定であった。アラド社、フォッケウルフ社とユンカース社がこの要求仕様に応じた。アラド社の ARE340 は失格となり、ドルニエ社のド317は開発契約の優先度が落とされた結果ユンカース社の1288と、 ホッケウルフ社の FW191 が全規模開発されることに決まった。FW189 偵察機の開発にも携わったケーゼル博士が FW191 の設計チームを率いることになっていた。FW191 は権欲配置の主翼を持つ全般的に洗練された機体で主翼のナセルに2機のユンカはスジモ2224。 気筒エンジンを搭載していた。興味深い特徴としては、ハンスムルトップが開発した着陸用のフラップとダイブブレーキを合わせ持った独創的な気候のムルトップクラッペを装着していたことであった。すべての燃料は爆弾層の上に配置されたい筒と胴体とエンジンナセルの間の二つの燃料タンクから供給された。ビブは多少上回リズムが厚いた水平尾翼と、 総垂直尾翼、双方高打で構成されていた。後着装置の主車輪は平たく寝るように90度回転しながら後方に引き込まれ、エンジンナセル内に収納された。オリンも前方に引き込まれ胴体内に収納された。4名の搭乗員は余圧されたコックピットに座った。後方仕様に大型のプレキシグラス FW191 は、 ドイツ空軍の慣例に従って搭乗員を機種のコンパートメントに集中配置しており、ここは高高度の運用のために予圧されていた。提案された武装は、機種下の銃刀に MG151 機関砲一門、胴体背面に MG151 連装遠隔銃刀、胴体下面に MG151 連装遠隔銃刀、ビブ銃刀に1丁か2丁の MG81、 機関銃、エンジンナセル後部に遠隔操作の武装であったが、試作機には別の組み合わせの武装が施された。標準装置は搭乗員のコンパートメントの上部と下部に備えていた。FW191 は胴体な設計では最大速度は時速 600km、爆弾搭載量は 4000kg で、航続距離はフランスとノルウェーの基地から、 英国のあらゆる標的に爆撃できるように考えられていた。数多くの電動モーターと配線が取り付けられていたため FW191 は空飛ぶ発電所というあだ名を付けられたと言われる。これはただでさえ重い機体にさらなる重量型を招き、それに加えてもし発電機に一発でも敵の銃弾が当たろうものなら機体のあらゆるシステムが 作動不能になる危険性を持っていた。メルホルン博士は FW191 分1の初飛行を1942年初めに行ったが予想された通り規定出力に達しないエンジンの出力不足という問題がすぐに持ち上がってきた。もう一つの予想外の問題は展開した時に激しいフラッターを発生させるムルトップクラッペでありこれは改善を要する点であった。 この時点では武装はダミーで爆弾も搭載していなかった。FW191V1 による10回のテスト飛行が完了した後で類似の V2 がテストに加わったがわずか10時間のテスト飛行の記録しか残されていない。FW191 に搭載される予定の 2500HP の準後222エンジンは問題点を解消していった。合計でわずか3機の試作機。 V1、V2 と V6 しか製造されなかった。FW191 の開発プロジェクトは、エンジンの不具合と広範囲にわたり、電動モーター駆動システムを採用したことで、失敗した。ジュモ222エンジンが初飛行には間に合わず、その代わりに1600馬力の BMW801、MA 製型エンジンを2機搭載した直後から、問題が発生した。 この FW191V1 は深刻なバリ不足であり、もう一つの問題は、RLM が通常は、油圧作動か、機械作動で動かすすべてのシステムを電動モーターで動かそうと固執したことであった。この点で、RLM は、再設計と電動モーターの使用を止めることを許可し、これにより FW191V3、V4 と V5 は中止された。その後、 FW191V6 が新しい設計に沿って改造され、離床出力2200馬力を発生する特別に用意されたジュモ222エンジンが取り付けられた。この新しい FW191 の初飛行は、ハンス・ザンダー隊員の操縦で1942年12月に行われた。V6 の飛行特性は改善されていたが、 ジュモ222エンジンは未だに設計出力に達せず、製造に必要な特殊金属の不足によりこのエンジンの先行きは暗いものであった。FW191V6 は FW191A シリーズの試作機となるはずであった。ジュモ222エンジンには初期トラブルが品質し、ダイムラーベンツ DB604 の開発はすでに放棄。 されていたため新しい FW191 バイトシリーズの開発が進められた。FW191V13 には DB601 か DB652 気筒エンジンを2機組み合わせたダイムラーベンツ DB606 か DB610 を搭載するために V7 から V12 の機体は中止された。しかしこれらの低馬力重量比のエンジンを使用する。 ことにより武装とペイロードを減らさなければならなかった。すでにエンジンナセル後部の重刀を外すことが決められ、他の武装は手動操作に変更された。新しいエンジン配置の5機の試作機がさらに計画されたが、製造はされなかった。FW191 の開発プログラムを延命させる最後の試みは1340馬力の ユモ211回か1475馬力の DB605A または1475馬力の DB628 を4機搭載。キャビンは火を扱され武装は手動操作にされた。深くされた胴体底部の段差は重視のためのものだった。不幸なことにこの時点で全ての B 爆撃機計画はキャンセルされた。その主要な要因は B 爆撃機計画の最優先の要求事項の一つであった2500馬力級エンジンがないことであった。FW191 は失敗作として記憶されているが機体と設計全般は最終的には良好な状態まで改善され唯一アンダーパワーのエンジンとすべてのシステムを電動モーターで作動させることに固執したことが最終的にこの機種を台無しにした。 結局わずか3機の FW191 が製造され、FW191 バイトと C で製造された機体はなく、設計段階以降には進まなかった。最終的にプロジェクトは破棄された。u モ2 2 2エンジン付き FW191 のメーカー資料には搭乗員は重量で表示されている。ありがとうございます。